たの言う普通が知りたくて、メイクを取って取り繕って脊髄で返す言葉はだってだって駆け引きなんてできないよって口を開けばほら自分勝手、ピエロになって奴隷になって黙り込んでしまえば楽だって、生まれてから消えるまでこの箱の中に誰も知らない。